損をしたくないという方は必ず確認するようにしてください。こんにちは、永井です。今回はミス続出、ふるさと納税の限度額、そういったテーマでお伝えしていきたいと思います。9月になり、そろそろ今年の収入の見込みが見えてきたところで、ふるさと納税をやろうかなと考えている方多いかと思います。毎年なんとなくの目安でふるさと納税の金額を決めていたり、サイト上で公開されているシミュレーションツールを使ってやってたりするけど、本当に限度額内に収まっているのかよくわからないな、そんなことを思っている方も多いかと思います。実際に限度額の計算を誤っていたと、そういったケースがよく見受けられます。そこで今回はふるさと納税の限度額がどのように決まるか分かりやすく解説します。このあたりちゃんと理解できてない人は多いのではないでしょうか。この動画を最後まで見ると、ふるさと納税で損をしないための限度額をちゃんと理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。今回の内容はこちら。まずふるさと納税の限度額はこのようにして決まりますというのを詳細に解説したいと思います。そして注目すべき点はどこかというところですね。そして限度額の検証はこのようにしますよ、まあそういった流れでお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは税金のことなどがよくわからないなと思ってるあなたに役立つ情報を配信しています。見逃さないようにぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。まずふるさと納税とはそもそもどういう制度か、まあこのあたりはね、過去動画でも解説しているので、ぜひねそちらも見ていただければと思います。下の概要欄にね貼っておきます。まあ、簡単に言うと、所得水準に応じた一定の限度額の範囲内において好きな自治体へ寄付をすることにより、その分税額を減らすことができるということですね。まあ、税額のトータルで考えれば同じなんですが、寄付先から返礼品がもらえるんですね。その返礼品の価値の分については確実に得をするということで、まあ、非常に人気のある制度なんですね。返礼品の価値を考えると、返礼品が本当にあなたが欲しいものであれば、広い意味での節税につながるということなんですね。ではそのふるさと納税の限度額ってどうやって決まるのかというところですね。こちらご覧ください。ふるさと納税といっても、寄付した金額をねごそっと一つの税目から引かれるわけではなくて、所得税から引かれて住民税から引かれると、そういった仕組みになってるんですね。まあ、さらに住民税も2つの計算ロジックで引かれることになるということですね。よって合計3つの控除の局面があるということですね。まず所得税額からの控除として、具体的な金額としてはふるさと納税額トータルですね、-2000円、この2000円っていうのは自己負担額なので、ここで控除されると。そしてかけることの所得税の税率かける 1.021 ということですね。所得税の税率というのはあなたの確定申告において適用される税率なんですね。よってこれはきちんと確認してください。ここを間違ってしまうと、ふるさと納税の限度額の計算狂ってくることになります。そしてかける 1.021 というのは、所得税の 2.1% については復興特別所得税がかかるということなので、まあ細かいんですけどね、かける 1.021 をしてみてください。そして控除限度額なんですが、総所得金額等の 40% ということで、まあ、なかなかねここまで寄付する人はいないんですが、一応上限が定められております。そして2つ目の控除なんですけども、住民税からの控除かっこ基本分ということですね。住民税に関する基本分の控除ということで、控除額としてはふるさと納税額引く2000円、まあ、これは同じなんですけど、かけることの住民税率 10% ということになります。そしてこれも上限が定められてまして、総所得金額等の 30% ということですね。まあ、1つ目と同じく、なかなか総所得金額の 30% 寄付をするという人はいないかと思うんですが、ここで上限額が一応定められております。そして重要なのが3つ目ですね。住民税額からの控除過去特例分と、まあ、いわゆる特例控除分というものですね。控除額としてはちょっと長いんですけどね、ふるさと納税額引くことの2000円、まあ、ここまでは同じなんですが、かけることの 100% -10%、 それから住民税の税率かける 1.021、 こちらも差し引いた金額ですね、
これをかけるということになります。つまりどういった意味合いがあるかというと、一つ目の所得税額からの控除、さらに二つ目の住民税額からの控除の基本分ですね、そこで引き切れなかった分を三つ目で控除するということですね。よって 100%-10% 引く所得税の税率 ×1.021 と、こういった長い算式になってしまうんですね。で、大事なのが控除限度額なんですが、ここをしっかり押さえてください。住民税所得割額の 20% が上限ですよということですね。住民税の所得割額、この後すぐ説明しますが、それの 20% ということですね。そしてポイントとしては、この3つ目の控除額になるんですね。つまりふるさと納税の金額がちゃんと上限額に収まってるかどうかというのは、住民税所得割額の 20% 以内に収まってるか、そういったところを確認していただきたいんですね。ここが限度額内に収まっているか、さらにはギリギリ限度額内に収まっていれば最も有利ですよと、そういったことになるんですね。では限度額に関して細かく確認していきたいんですが、繰り返しになるんですけども、住民税特例控除分の限度額ということで、ふるさと納税額引くことの2000円かける 100% マイナス 10% マイナス所得税の税率かける 1.021 ということですね。で、これが住民税所得割額の 20% 以内に収まっていると、かつギリギリ 20% に収まる水準が最適ということになります。で、ここで住民税所得割額というのは何かということなんですが、基本的には住民税における課税所得金額かける 10% ということになるんですが、米1ですね、総所得金額等マイナス所得控除、これの 10% ということになります。そして総所得金額等というのが米2番ですね、事業所得、給与所得、不動産所得などの金額ということで、各種所得金額というのはこれ以外にもいろいろあるんですが、メインはこのあたりかと思います。つまり各種の所得を全て合算した金額ですよということですね。そして所得控除、米3なんですけども、社会保険料控除、生命保険料控除、それから扶養控除などの人的控除、これ以外にもいろいろあるんですが、代表的なものはこのあたりということで挙げておきました。で、その総所得金額等を引く所得控除、これの 10% が住民税所得割額ということになります。そしてこの住民税所得割額の 20% にギリギリ収まる水準が最適な限度額ということになります。これをちゃんと計算していただきたいということですね。で、あくまでふるさと納税の限度額というのは1年間が終わった後にしか確認できません。よって通常は予測でね、1年間の所得はいくらぐらいですよと、所得控除はいくらぐらいですよと、そういったことから予想で計算するんですが、なかなか年の途中では正確な金額はわからないということですね。ただしこちらのね、算式に当てはめていけば正確な金額がある程度わかるということですね。で、なかなかね、初めての方、こちら難しいかもしれないんですけど、住民税の所得割額の基礎となる総所得金額引く所得控除っていうのは、おおむね所得税における計算と似てるんですね。先ほど述べた通り、各種所得の金額引くことの所得控除ですよね。それかける 10% ということで、概算値は計算できるはずなんですね。ただし気をつけていただきたいのは、所得控除のうち人的控除の部分なんですね。所得税の金額と微妙に違うところがいくつかあるということですね。扶養控除、一般に関しては所得税の場合は38万なんですが、住民税は33万だったりとか、あと基礎控除に関しては合計所得金額が2400万円以下の方に関しては、所得税では48万なのに対して住民税は43万ですよと、そういった違いがあります。ここは所得税と住民税で違うので気をつけていただければというふうに思います。この辺をね、気をつけていただければ大きく計算は狂わないかと思います。こちらでね、限度額をちゃんと計算してふるさと納税を行うようにしてください。手順としては、去年までね、使っていたツールを使うと、その上でそれを鵜呑みにしないで、ギリギリ住民税所得割額の 20% に収まっていることを確認するようにしてください。ちょっとね、最初は難しいかもしれないんですけども、損をしたくないという方は必ず確認するようにしてください。今回の内容が少しでも役に立ったなという方は、とても励みになりますので、高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録がまだという方もぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。